横浜港に、歴史的に入ってきた船を、150艘作ろうということで3年間横浜市民と一緒に、段ボールで船を作ってきたプロジェクトを行ってきて、で今度はもうちょっとこう、山とか、海じゃない、こっちの、旭区とかっていうエリアであとプロジェクトできないかなっていうことが引き続きお話しいただいて、やっぱり土地の特徴を生かしたアートプロジェクトを行っていくことがやはり一番の、そこの土地の発信力につながると思いますから、でここで何をテーマとしてやるかなっていう時に空をテーマとしたプロジェクトを1年間やっていこうということで、海と比較した、今度は山の中のプロジェクトで、そしてここの場所の特性である、空に向かって、何頭もニョキニョキ伸びているこの団地っていう、その持っている、別な視点での空に向かっている町という、そういうことで空の教室ということを始めました。みんなあそこを見ろ。みんな傘持ってるから雨の中入ってって雨の絵を描こう。いい？雨の絵を描いて、で今度は雨の中で虹を見つけよう。虹を見つけたら虹の絵を描こう。さあ、今日はちょっと曇り空だったから太陽がちょっと、雲に隠れて、虹は見つけられませんでしたけれども、またやろうかね。まず1年通して空の、教室、そして、春から秋に、通してはですね、あさって朝顔プロジェクトという空に朝顔が伸びていく、プロジェクトもこの学校の校庭、校舎のところでやっています。月に1回空の教室ありますけれども、毎日毎日朝顔は少しずつ伸びてますので、ぜひ、近所の方はですね、朝顔、今日どこまで伸びたかなとか、秋になってきたらそろそろ種できるかなっていうものも見に来ていただきたいですし、月に1回はですね、この校庭とか空を舞台としたワークショップを行いますので、ぜひ、遊びに来てください。